もしも司法書士への相談が石丸公文だったら、不動産の名義変更お願いします。登記原因は何ですか？私、登記原因の話しました？4月から義務化された相続登記ということでよろしいですか？私、名義変更って言いましたよね。だから改めて登記原因を聞いてるんですけど、名義変更の原因は何ですか？同じ質問を今繰り返しされてます？さっき答えたばかりですけど。だからその登記原因を聞いてるんです。え、もう一回言えってことですか？いや、まだ答えてもらってないから聞いてるんです。石丸さんの希望する名義変更は、え、希望は名義変更ってさっき言ったばっかりですよ。整理しましょう。石丸さんはまず名義変更を希望されましたよね。一方で石丸さんはまだ登記原因をお答えいただいていない。登記原因は何ですか？ん？さっきの名義変更の話は？ですからその名義変更について聞いてるんです。登記原因は何なのかっていう名義変更の問題です。え、だから登記原因じゃなくて名義変更のことを聞いてるってことでよろしいですか？石丸さんは名義変更を希望してるわけじゃないですか。そこまでは合ってますよね。一方で登記原因は答えていただいてないわけですよね。今ね、もうちょっとまとめて質問してもらっていいですか？はい、今のはだいぶ誇張が入っていますが、同じような食い違いは登記相談の現場でしばしば起こります。これは相談者が名義変更をただの名義変更だと思っていることが原因です。一般の方がおっしゃる不動産の名義変更、正しくは所有権移転登記と言います。そこで考えてみてください。ある日突然何の理由もなく不動産の所有権が誰かから誰かに移転するなんてことありえますか？ありえないですよね。誰かが亡くなったのであれば相続、生きてる人同士無償での移転なら贈与、有償での移転であれば売買。このように登記申請には必ずその原因と日付が必要で、登記簿にもこのように公示されます。もちろん裏付け資料の提出も必要で法務局に審査されます。したがって登記原因のない名義変更はそもそもできないのです。パンの種類を指定しないとサブウェイのサンドイッチが注文できないように。鈴名司法書士行政書士事務所では、相続登記、遺言、家族信託、会社設立、建設業許可など暮らしやビジネスに関わるご相談を受けたまわっています。ズーム出張での相談も可能。詳しくはホームページをご覧ください。